皆さんこんにちは、みなりんです。はい、本日はですね、結構前から持っていたおもちゃがありまして、いつからだっけな本日開封しちゃいたいと思います。それがこちらです。じゃじゃーん、メルト&モールドファクトリーと言います。海外のおもちゃなんですよね。こちらの何が面白いかと言いますと、なんとね、クレヨンを溶かして自分オリジナルのクレヨンが作れちゃうキットなんです。やっぱさ、そういうの大好きいろいろな色のクレヨンを混ぜて全く新しいクレヨンを作って、それでまたお絵かきとかができるので、いやー、これは面白いでしょう。それでは自分オリジナルのクレヨン早速作っていきましょう。オープン。お、クレヨンの匂いがすごい。はい、これで全部かな。これで全部です。というわけで、中に入っていたのはこちら、機械と4色のクレヨンと、こちらの型みたいな、なんか付属品がついています。説明書通りにちょっと組み立ててみましょう。アップで見るとこんな感じです。中にやっぱり若干古いおもちゃなので、何年くらい前なんだろう。でも10年20年くらい前のおもちゃだと思います。なんかデザインとか全体的にね、ちょっと古っぽさを感じます。いいよ、開けまして、すごい、もうね、ここら辺がね、注意書きがすごい。ワーニングワーニングワーニング、触るな、ショックハザード、怖い怖いで、こちらにありますのが、はいはいはい、型ですね。これね、クレヨンの形の型。そしてもう一つあるんですけど、なんとこれはね、指輪の形になるそうです。でもまずはやっぱりクレヨンの型を使いたいな。無難な形でいきましょう。で、これをこうやってセットで、これをこうやって置けば OK だそうです。まずはコンセントをつなぎます。これをしっかりと平行になるようにします。お好きな型をセットします。3本好きなクレヨンを割ります。折って折って小さい形にしたら、この中に入れると。そしたらこれをガッチャンとして、こちらのノブを一番右に回します。トースターみたいな感じでチーンってなるそうなので、それが終わったら、これを、あ、なるほどなるほど、見えます。ここのこれをこうすると、ほら、中が自動的にこう上がるんです。え、面白い。温めた後、これをこうやって流し入れると、全部この中に溜まっていくっていったような感じかな。すっごい面白いんだけどこれで、電気をつけている間はもうね、なるべく触らないようにしましょうって書いてあるので、気をつけます。では早速始めていきましょう。紫っぽい感じにしたいと思うので、これとこれをまず混ぜてみようかなと思います。まずは赤いの1本。お、今なんかすごい飛んだ。細かく折っていきます。で、青で、最後に赤をもう1本入れていきます。いい音、このパキって音がいいよね。はい、これで結構いっぱいいっぱいですね。で、蓋をします。あとはこれを一番右まで行って待ちましょう。あ、待って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 、オンにしてなかった今オンにしまして、これでね、あとは待つだけかな。あれですね、お時間かかりそうです。というわけで、早送りスタート。あ、溶けてきた溶けてきた。見えるかな、見えますか。若干真ん中の辺が溶けてきています。思ったよりね、そんなにお時間かからないかも。やっぱりね、こんだけ早く溶けるっていうことは、それなりに熱くなっていると思うので、これね、お子さん一人じゃ遊べないですね。もう大人が必要です。半分ぐらい溶けました。あともう半分ですね。なんかね、スプラトゥーン思い出す。ロックかかってる。ちゃんとね、これが回っている間はロックがかかるようにできているみたいです。ほら、なので流し込んで待ってからこう開けられるようになっているので、面白い。あ、クレヨンの香りがすごい。もうこれで完璧に溶けていますね。で、溶けましたら、このノブですね、これをこうやって、あ、すごいすごいすごい、
おお、あ、面白い。流し入れましたと。よいしょ。あともうちょっとね、こう残ってはいるんですけど、これ以上傾かないので最後の最後の一滴まで入れまして、こんな感じですね。あとは待ちます。10分間ほど待ちましょう。はい、やっと止まりました。なんかね、結構10分ぐらいで開くかなと思っていたら、結構2、30分ぐらいかかりました。ではこれでようやく開きました。開いた。では取り出してみましょう。触った感じね、まだちょっとあったかいかなって感じなんで大丈夫かな。開けちゃいます。あ、大丈夫大丈夫。こんな感じで固まっています。ちょっとね、あったかいんですけど完璧に固まっています。ここら辺はね、おお、取れた。取れちゃいますね。切って取れます。あー、取っちゃった。こんな感じで、すごい、オリジナルのクレヨンができました。なんていうか、まがまがしい色。すごい、アクタイプだ。で、これは一旦横に置きます。一本ね、あの変なところから折れちゃったんですけど、これはね、これで使えるので大丈夫です。あとはなんか流し込んだ時のこの変な形とかもあるんですけどこれも使えますね。ここがね、すごい汚れちゃっていますね。綺麗にするときは必ず電源オフじゃないと感電死する可能性があるって書いてあるので気をつけます。これどうやって洗うんだろう。ちょっと綺麗にします。なんかね、洗おうとしたんですけど、やっぱり普通にこうゴシゴシしてもね、全然取れなくって、また一旦温めなくちゃね、取れないみたいなんです。なので、まあどうせね、もういろいろな色を混ぜて作る機械なので、このまま次のも作っちゃおうかなって思いました。じゃあ今回は型を変えて指輪作りましょう。設置。続きましてはこちらの3本の色入れちゃいます。ちょっとね、変わった色になると思いますが、はい、完成。オン。で、これを締めて、今回はですね、全部回しません。これぐらいにします。なんかさっきね、本当に長い間開けられなかったので、若干時間を短めにしてみます。じゃあ私は待っている間、漫画でも読もうかな。キングダム読んだし、友達ゲームも読んだし、何読もうかな。おー、溶けてきましたね。なんかね、現代アートっぽさがありますよ。溶けたクレヨンって面白いよね。完璧に溶けました。ほら、超揺れてる。トロトロですね。で、ここで入れちゃいます。じゃーん。すごい、いや、綺麗綺麗。なんかね、変な色になるかなと思ったんですけど、完璧に混ざってないので、それぞれの色がね、まだあるので、なんか綺麗な感じで悪くない。これで最後まで一滴まで入れて、また待ちます。開きました。あとはここをこう外して、この機械は一旦横に置きます。まだ若干あったかいけど、多分固まっているので開けちゃいます。じゃじゃん。おー、固まっています。綺麗ですよね。ありです。ありあり。で、あとはゆっくりと型から外していきます。変なところでね、割れちゃわないように、ゆっくりとゆっくりと。よっ。いい感じに取れました。で、周りのね、ここら辺を取っちゃって、なんと指輪ができましたわーえ、でも普通に綺麗で、もう一つの方、綺麗にパキパキって取れる。で、いらないところを全部取りますと、形がちょっと違うんですよね。こっちはなんていうか、ダイヤっぽい形、カクカクってしてるんですけど、こっちは丸っこい形です。いや、これはね、面白いチャラッチャラ。もうこれでパンチ。あれですね、あのこういった破片は集めておいて、またね、もう一回作りたい時にこの破片を入れて作ることができると思うので、一旦横に置いておきます。では実際に使ってみます。まずはね、こちらの青と赤を混ぜた方から。どんな感じなんだろう。書くと、あー、なるほど。なんかね、紫になるわけではないですね。
いい感じに青が出たり赤が出たり、場所によって色の出方が違いますね。ここら辺は青が強め。ちなみに普通の青、何もない青はこんな感じ。あ、落ち着いた青、なんかリアルっぽい青で、こっちの方がすごく明るい青なので、若干色が違う分、ちょいリアルな絵を描くときにね、使いやすい色になったと思います。例えばここはね、青が強めなんですけど、反対側はね、赤が強めなので、ここら辺を使うと、ほら、同じクレヨンなのに全然違う色になります。で、こっちこれはね、本当に予想がつかないんですよ。もう全色混ぜてるような感じなので、何色だろう。いきます。あ、なんか素敵。素敵だよね。なんか草原、ほらほらほら、これだけでもう草原表現できちゃっています。空と草原みたいな、なんかいい感じに混ざっているから使いやすい。で、こちらの青と緑、黄色が強めのリングはこんな感じです。おー、え、素敵。普通になんか歯ブラシみたいな感じじゃないですか。深みがありますもん。すごい、草原草原、いいね。これは素晴らしいかもしれない。で、意外とね、この形もね、描きやすいです。むしろ広範囲はね、いっぺんに濡れちゃうので、こんなにね、気に入るとは思わなかったです。今後お絵描きで使っていくかもしれないです。楽しいというわけで、皆さんいかがでしたでしょうか。思っていた以上に本当にいい色ができましたし、使いやすかったし、やっぱりこう溶かして新しいものを作る、オリジナルのものを作るってすごく楽しいので、めっちゃ楽しめました。またね、なんか面白い色とかをね、組み合わせて作りたいなと思いました。というわけで、本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。